早速始めていきましょう、まず最初のコーナーです。これを見て地元の情報通になろう、地元通のコーナーをお送りしていきます。それでは早速ご覧ください。どうぞ。宮崎市天ヶ城歴史民俗資料館では正月の伝統的飾りであるミニ門松作りの体験学習が行われ、親子連れ5組13人が参加しました。これは宮崎文化振興協会が主催し、毎年この時期に行われている恒例行事で、材料に使われている竹と南天は地元で採れたものです。参加者たちは初めにアルミ缶とゴザで土台を作った後、保護者や地元のボランティアスタッフの手を借りながら作業を進めていきました。土台が出来上がると、その中に砂を入れ、松や南天などの縁起物を飾り付け、1時間ほどでミニ門松を完成させました。飾り付けが楽しかったし、砂を入れるときに難しかったから、いい体験になりました。この日作ったミニ門松は参加者が持ち帰り、それぞれの家に飾られるということです。立派なのができましたね。すごい。宮崎市フェニックス自然動物園のマサイキリンの赤ちゃん小夏が生後4ヶ月を迎えました。8月1日に生まれたばかりの時には背の高さが180センチだった小夏ですが、今では250センチまで大きくなりました。まだおっぱいは、離れておりません。餌は、相当食べるようになりましたけどね。だからお母さんとはとても仲良くというか、親子関係ですから、本当に、微笑ましい姿が見られます。小夏は元気にすくすくと成長しているということです。また宮崎市フェニックス自然動物園では12月24日と25日に動物園のクリスマスと題して、レッサーパンダやリスザルなどに好物の餌をプレゼントするということです。高鍋町美術館では第22回サイとコユの子どもたちによる絵画展が開かれています。会場には25の小学校と15の中学校からそれぞれに選ばれた作品443点が展示されています。自由な発想で伸びやかに描かれた小学生の絵画、そして構図やデザイン、技法などが光る中学生の絵画は、どれも個性豊かで魅力的な作品ばかりです。こちらは金賞を受賞した小学1年生黒田俊平くんの作品、綺麗だねです。シャボン玉遊びに夢中になる様子が生き生きと描かれ、たくさんのシャボン玉が今にも弾けそうな作品です。迫力ありますね。続いては中学2年生川野かなさんの作品、異空間です。緻密なデザインと色使いの美しさなど、丁寧に作品作りに取り組まれたことが伝わってきます。うわ、繊細な作品、すごい、中学生から小学生までですね、違う子どもたちが表現しているわけですけども、その年齢の違いに楽しさというか面白さがありますので、その辺を楽しんでいただけるといいなというふうに思います。この展示会は観覧無料で12月27日日曜日まで開かれています。はい、地域の話題3本ご紹介いたしました。さあ1本目ご紹介いたしましたミニ門松作りなんですけれども、綺麗なお正月の門松、これイベントの参加費は500円なんですけど、あれぐらいのサイズの門松を買うと、2000円ぐらいするんで、もう自分らで体験できて、安く家に持って帰れて、もう本当最高のイベントだなと思いましたね。いいお正月が、迎えられますね。で毎年ね、行こう行こうと思うんですけど、ここでナレーションで読んで、もう終わったっちゃうっていう。ありますね、来年こそは出席したいと思います。はい、
さあそれでは続いて2本目、はい、マサイキリンの赤ちゃんの小夏、うん、ね、もうすごい大きくなって、はい、今身長が、背の高さが250センチということですよ、うん、すくすくとね、羨ましいなキリンに憧れる年坊ですけれども、宮崎市フェニックス自然動物園は来年開園を20年迎えるそうです、うん、この20年というのは宮崎市が運営を始めてからということで、動物園としては50年ということなんですね、うん、で、あのこちらのフェニックス自然動物園もあの、お正月の三が日はですね、動物園のお正月ということで先着100名の小学生までの子ども入園無料とか、象の書き初めとかいろいろあります。こちらもですね、皆さんホームページしっかりチェックしてくださいね。はい、さあそして3本目、サイとコユの子どもたちによる絵画展ということなんですけれども、まあ、高鍋美術館が開館して毎年この時期に行われている、まあ、コユ地区の冬の風物詩的な、ね、まあ、イベントだそうで、まあ、その出品者や家族だけではなく、まあ、県内各地から美術愛好家の方々もまあ来られていて、まあ、その元気やヒントインスピレーションをもらっているということです、この展示会は27日まで開かれているということなので、ぜひチェックしてみてください。はい、以上地元の前半でした。